二の国ーレバナントキングダムは、レベル5より2018年3月23日に発売された、プレイステーション4及びウィンドウズ用ゲームソフト。漆黒の魔道士や、白き清がいの女王など、一の世界とはパラレルであり、主人公をはじめとする、ほぼすべての要素が一新。バトルも自由度が高まっている。 基本的には前作をプレイしていなくても楽しめるが、ストーリー中での細部の要素や一部のメインキャラクターの衣装、大型ダウンロードコンテンツ第二弾である、魔法使いの本は、前作の要素が詰め込まれているため、プレイしているとより楽しめる仕様になっている。2021年9月16日には DLC を、すべて収録した Nintendo Switch 版、2の国2レバナントキングダムオールインワンエディションが、 発売予定。レベル5が2010年より展開しているオリジナル IP のファンタジー RPG-2 の国の続編。PS4 版はレベル5初の同プラットフォーム向けタイトルとなる。前作のアニメーション監督を担当した桃瀬義行が本作のキャラクターデザインを担当した。なお、1で見られた手書きアニメーションパートは撤廃されている。 PS4 でのフレームレートは 60fps で上位モデルである PS4 Pro では映像をより微麗な状態で見ることができる。2015年12月6日に北米サンフランシスコで開催された PlayStation Experience 2015にて発表された。2017年12月13日に発売予定日が2018年1月19日から 同年3月23日に変更された。2の国の主要国家の一つである、コロネール王国。国王ラウゼオの突然の死により、息子であるエヴァンドリス・ファン・ニャンダールは13歳にして、恩意継承をすることとなる。しかしその日は、ラウゼオをはじめとする、ニャウ族に反旗を翻すためのクーデターが起こる日でも、あった。一方、英国の若き大統領である、 ローラン・クラインは車での移動中に、飛来したミサイルを受け、瀕死の状態となる。その時、謎の光に包まれ二の国へ手に。その先は、エヴァンの自室であり、ローラン自身の外見も人年齢である48歳から20歳まで、若返っていることが判明。エヴァンとローラン、そして、エヴァンの次女であり、親衛隊隊長のアルフィニーと共に、ゴロネール王国から逃げようとするものの、 アルフィニーは敵からの致命傷を負い命を落とす。彼女の遺言とローランガニの国で生きていくことを決意したところから旅は始まる。道中で出会った空賊の蝶、合藤とその義理の娘、シャーティー、海に囲まれ閉鎖的なシーラザランの失政官セシリウスや科学技術により発展した国家型企業グランリーフのチーフエンジニアシャリア、 エヴァンの王国の守護神であるポンゴたちも加わり、合計6人プラス1体をメインとして、物語は進行していく。9章構成となっており、2章8章までごとの基本的な流れは、問題の発生や定期解決に向けてのアプローチ、問題の解決、他国との同盟締結エヴァンと夢の中の少年による対話となっている。なお、一部の章においては、 守護神の住む玉神塚までの道のりがダンジョンとなっていたり、各国の暴走した守護神がボスとして立ち塞がることもある。本編では6人のキャラクターをプレイアブルキャラクターとして操作可能である。バトルにおいては3人しか参加できないものの、参加しないキャラにも経験値は数割入るためレベルは上がっている。なお、キャラクターごとに装備できる武器は決定している。 それぞれに最低4種類のコスチュームが用意されているが、女性陣はスカートの中も作り込まれている。エヴァン、ローラン、シャーティーについては無料 DLC にて追加衣装も配信されている。ありがとうございます。